はい、お疲れ様です。マピーです。今回は流血デッキコレクション回していきます。流血デッキコレクションということで、 S ゴマ2体と A ゴマ4体の追加、これすべてね流血に関するスキルで、流血を強化する内容となっているんですけども、これはもうワクワクが止まりませんね。で、もともとねあった流血デッキっていうのはアーシマリーダーでね、アーシマを出して流血獲得して、その流血を使って通常攻撃とか火炎ダメージをね火力出して、で足りなくなったら回復したりみたいな感じのデッキだったんですけど、やってることがまあいまいち強くないみたいな感じだったんですよ。流弾の割にね、殴りに特化してるかって言われると、まあ、殴りに殴れるところはあるけど、まあ、いまいちパッとしないっていうか、でかといって耐久力があるみたいなこともなく、ぶっちゃけ使うんだったら花鳥風月でよくねって言われたり、あのアーシマ自体がねそんなに火力出さないリーダーだし、なんなら英語までその後出てきた魔竜で使えるライアーハートの方が火力出しちゃうやんけみたいな感じで、個人的に結構ね何かといじっちゃったんですけど、今回の強化によってね流血がだいぶ使えるようになるかなというか、使いやすくなるかなっていうふうに思いますね。で、どういう内容で強化されるかっていうと、従来の流血デッキって流血を消費する、で場にある自分の竜駒1枚につきその消費量も上がって火力も上がりますよみたいなスキル表記の駒が多かったんですけど、今回はねちょっと違うんですよね。流血の消費がねだいぶコンパクトになってます。その割に結構なことをやってくれるなっていうイメージなので、なかなかね全体的に使いやすくてね非常にいいと思いますね。ということで上から見ていきましょう。まずこのラステアですね。このラステアのスキルが流血を10消費します。で HP が減少してないほど4000の通常攻撃、減少するほど3500の火炎ダメージが発生するっていうね、言うたらベノムマギアとかボルトマギアみたいな感じのスキルのフレアバージョン、フレアと通常攻撃みたいな感じで行ってくれますと。まあ、初動で出したら4000出せるし、後半出せば出すほど、後半になればなるほどその火力っていうのは低くなる代わりに火炎ダメージへ変貌していくみたいなものですね。でコンボスキルが流血8消費で2000の通常攻撃ダメージなんですけども、この火力っていうのが相手のキャラゴマ1枚につき400上昇で最大で3800の通常攻撃を与えるということで、スキルもコンボもねなかなかに高火力でだいぶ使いやすくなってます。一旦完結っていうのも非常にいいですね。なんですごい使いやすいし、アタックも高いってことで結構火力出せる。で、これコンボスキルがね相手のキャラゴマ依存ってことで、今まではね自分の竜ゴマを参照にして、竜ゴマがあればあるほど火力上がる、その代わりに流血の消費も上がるみたいなスキル表記だったんですけど、それをね取りやめにしたみたいです。はい、だいぶ使いやすいと思います。ラステア引けた人はね流血に入れてみるのはいいと思いますね。だいぶ使いやすいこいつは、もう見ただけでわかる。で流血ってね個人的に好きな構成が、10日のランドタイラントと10日のヤンドーラを入れることによって、まあ、2オーラを成しているものなんですけど、ラステアについてはスキルがこの豪華流術っていうことで HP が減るほど火炎ダメージへ変わっていくので、まあ、もちろんねさっき挙げたヤンドーラと相性がいいということで、だいぶ使いやすいと思います。で次ベル&ビースト。でベル&ビーストは3ターン流血消費のコマですね。表になってる3ターンの間流血を5消費していって1600の通常攻撃を追加で与えてくれます。でコンボスキルが流血8消費で減少していないほど2500の通常攻撃ダメージで、減少するほど4000の火炎ダメージです。コンボがなかなか強くてスキルが3ターンで4800出せるってことで、流血版ウィブサニアみたいな感じの性能です。で実際にウィブサニアに比べるとアタックも高いですし、相当な火力が見込めますね。はい、ただ内容がね通常攻撃を3ターン与えるというものなので、通常攻撃罠とかシールドに引っかかるっていうのがまあ痛い点ですね。はい、ただ火力は一級品なんで、まあ、全然ね流血の S ゴマ揃ってない人にとっては入れてほしいと思いますし、揃ってる人にとってもね全然使うのはありだと思います。コンボもねこの豪華流術が減ってるほど火炎に、なっていく上で4000まで伸びるので、まあ、だいぶ火力高い。3ターンスキルなんでね、あと流血ってそんなになんか3ターンスキルとかいうコマもあんまりない印象があるので、このベル&ビーストを入れてね、デッキの周りを良くするっていうのは、まあ、悪くないと思います。ただ通常攻撃メタなんかに注意してくださいっていう感じですね。こいつ出した後に、通常罠とかシールドとか来たら結構痛いんでね、まあ、そこが弱点かな。でもそこ以外は基本的に弱点はないかな。火力高いんで個人的に好きだということでね、非常にねいいと思います。 S ゴマ2体どっちもね個人的にいいと思います。でここから A ゴマになっていくんですけど、ヨシュア、この A ゴマ、流血10消費で1200の火炎ダメージ で相手のキャラゴマ1枚につき400上昇で最大2400の火炎ダメージを与えられます。でコンボスキルがブレイズホーリー、1200の火炎ダメージと800回復ってことで、まあ、だいぶ使いやすいですね。ただ流血10消費なんで、まあ、ちょっと消費量はあるのかなと思うんですけど、相手のキャラゴマがねあればあるほど火力が高いということなので、流血デッキね
なんか流血を消費して何かするっていうことなんですけど、今回の流血デッキコレクション、相手のキャラゴマ依存で何かしら火力上がっていくみたいなコマがわりかし多い印象なので、相手のキャラゴマを残す動きにね、していくといったところで、まあ、流血プラス火炎っていう構成においては、まあ、相性自体は悪くないのかなっていうふうには思いますね。相手のキャラゴマ残すことで火炎も取っていくのでって感じなんで、あのヨシュアについてはスキルもコンボもさらにこの火炎ダメージを発生させるので、まあ、流血プラス火炎っていう構成においてヤンドーラのバフなんかも受けられるので、まあ、ヨシュアはね入れていいと思います。まあ、流血重消費っていうのがねちょっと重たいかもしれないんですけど、コンボスキルブレイズホーリーで別に流血を消費するわけじゃないので、まあ、使いやすいですね。スキルで2400の火炎ダメージ、シンプルに強いで、ツアン、これはね引きたいです個人的に。これはね英語までありながら、お盤面においてこれリーダースキルなんですけど、流血40獲得で2500の火炎ダメージが発生します。でコンボスキルが流血10回復して、HP も1000回復する。で場にある自分の流駒1枚につきその回復量が300上昇です。最大でね2000回復できるっていうことなんですけど、個人的にアースイマよりこっちの方がいいかなって思ってて、アースイマってリーダーの割に3000の追加通常攻撃じゃないですか。けどトゥアンはあの流血のね獲得量はアースマに比べると10減っちゃうものの、スキルで2500の火炎ダメージが発生するんですね。これはヤンドーラとか引いてたら全然アースマに迫る火力になりますし、コンボスキルもね急速術での回復が即時に使えるってことで、アースマがねあのメルベ対面とかじゃないとなんかコンボがそんな火力出ないみたいな、相手キャラ依存のコンボだったんですけど、まあ、トゥアンはね別に対面問わず適当にあの X とか来ても回復でカバーできたりとかいう感じで、あの相手の速攻に対して別に弱くないコンボスキルというか、あの流血回復があって、それを英語マリーダーでやってくれるんだったらまあ十分かなっていうか、そういう印象を受けるので、個人的にこれは欲しいですね。あの流血ね、アーセマだと50獲得するからさ、あの流血に特化してるんだったらそれはアーセマの流血50獲得強いんですけど、自分はねなんか流血むしろ余らしちゃったんでねそうアーセマリーダー使ってて流血余らせることがたびたびあったんで、じゃあ別にそんな流血獲得しなくていいよね、リーダー A ゴマにすることによって S ゴマの幅を利かせられるよねってことで、個人的にはちょっとトゥアンリーダーやってみたいなって思うのでこれ欲しいです。はい、で続いてこのヘケとですね、スキルが防護術ってことで、1ターンの間流血を6回復した上で通常攻撃と特殊ダメージを 70% にするシールドを貼ってくれます。はい、本来ね、なんだっけ強輪術だっけ、なんかこういうね妨害系のスキル流血実はあったんですよ。通常攻撃140回数みたいなコマあったんですけど、それすら流血をね消費するスキル内容だったんですけど、ヘケトについてはシールドを貼りながら流血まで回復してくれるっていうことで、非常に使いやすいですね。でコンボスキルが流血8消費で減少していないほど1500の通常攻撃ダメージ、減少するほど3000の火炎ダメージ、これ地味に強い。まあ、3000ライフバって聞いたらね、そんななんか、まあ、普通の駒だなってなるんですけど、3000のライフバで火炎でダメージを出せるって考えるとだいぶいいなっていう風に思います。であとねスキルの条件とかもね、なんか相手キャラ依存とか自分キャラ依存とか駒総数依存とかないので、雑に使えるシールドスキルって考えて、しかも流血回復できる、まあ、使いたいですね。普通にいい駒だと思います。で最後にセシル、これはね表になってる2ターンの間流血6消費で1200の追加通常攻撃ダメージを与える。でコンボスキルが流血6消費で追加で1000の通常攻撃ダメージを与えて、自分の竜駒1枚につき400上昇の最大2500の追加通常攻撃ということなんですけど、まあ、今回の新駒の中では個人的にはまあ微妙な方かなって思います。流血デッキコレクションの中ではね、まあ元々ある流血の駒とそんなに変わらない性能っていう風に印象は受けるんですよ。まあコンボについてはね流血6消費で2500まで火力が伸びてくれるってことで結構強いんですけど、スキルで6消費で2ターンなので、まあ12消費するわけですよ。12消費してしかも追加通常攻撃でちょっとメタの発生しやすい部分があるから、実際ねめちゃめちゃ使いやすいんだけども、あの従来の流血の A ゴマとそんなに大きく差して変わらないぐらいかなっていう印象ですね。まあでも言うて使いやすいコマですし、個人的には入れるんですけど、なんかその流血デッキの強化パーツでこいつは絶対必要だっていうか、そこまでは感じないかな。まあでも全然やってることは全然強いんで、まあ入れるとは思います。はい、まあただ他の A ゴマに比べるとなんか優先度は落ちる気がするかな、個人的にはね。はい、でも全然ね入れる性能ではあると思うので、とりあえずねあの流血好きな人はこれ全部ね引けたら熱いので、まあ、ちょっと引いてみるのはありかなと思いますね。ということで、まず単発からいきたいと思います。はい、お願いします。よいしょ。いや、流血好きなんだよな。俺はね、
流血デッキ使う理由マジでねえなとか思いながら流血を使ってきたんでね。でフルフレアとかが流血でマジで強い駒なんだよ。あいつがフルフレアについてはね、流血だからみたいな感じで許されてるぐらいにはスキルコンボがバカ強いんで今回の流血の強化によってね、フルフレアのキャリー力も相まってだいぶデッキ強化されてね、ちょっとは環境で見られるようになると嬉しいなって思うので、まあ、引いていきますよ。よろしくお願いします。さあ流血を入らしたい。おお出てる S ゴマ。ラステアとかね、あの美女と野獣出てくる。あラステア引いてくれたわ。ラステア早速。そしてあーセシル、セシル名前合ってる。セシル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 、はい、ラステア引けました。ありがとう。よしただもうちょっと引けていこうか。結構コスパはいいんでね、 3回11連引いたらサービスまで持っていけるんでコスパ結構いい。であとさっきあのベル&ビースト、美女と野獣なんかもね今回出てくれたら嬉しいなって思うんだけども、ただそれ以前にねその辺を使うにあたってやっぱ S ゴマの余裕を持たせたいってことで、あのリーダーの A ゴマ欲しいな。さっき言ってたやつ、あの流血の新リーダーってことでよろしくね。あ出たわ出てくれたわ。 OK ワーマーちょろいなということで、トゥアンが出てくれました。ありがとう。じゃああと11連引いてからのサービスまで行こうかな。で他の A ゴマも回収しておきたいんですけど、虹のかけら混入ということで、これはもうベル&ビーストが出てくれたら嬉しいね。はい、一応確認だけどこのコレクションフルフレア出ないよね。フルフレ出るんだとしたらクソ熱いんですけど、まあそういうわけにもいかないだろうということで、はい、イの1番エスゴマ、ベル&ビースト来い。あ来なかった。あーでもいいね、 A ゴマが粒揃いだ。ありがとう。ヨシュアも出てくれた。ヨシュアヨシュア出てヨッシャーですよ。ヘケトだけまだ引けてないか、エゴマは。で、ベル&ビーストね。で、S ゴマについては、まあ、このラインナップですね。まあ、S ゴマはね、最悪、そんなになくて大丈夫だと思う。そんなにね。うん。最悪、S ゴマは、フィンとかデュポンの力を借りれば、なんとか形に持っていけるんでね。けど、まあ、うん、そうだね。まあ、欲しいっちゃ欲しいかな、ベル&ビースト。さあサービス11連でこれでヘケトが出てくれたらまあうん何の文句もない。ベル&ビースト出なくても全然いいや。はいはい、あー出なかったまあ出なかったけどまあいいかな。うん、てかまあ最悪、まあ、ヘケトも最悪なくていけるか。最悪なくていけるな。こいつも流血流回復しながらシール貼るのはまあまあ強いかなって思ったんだけど、なくてもまあ形には持ってくるでしょう。ということで流血デッキコレクション引いていって、あのラスティアとかも弾けたんで、ちょっとこの辺ね動画にしていこうと思います。ちょっと使い勝手がね良さそうな感じするからすごい楽しみなんで、早速この後何かしらね動画撮ろうと思いますんでよろしくお願いします。流血デッキコレクション回した方いらっしゃいましたら、何が出たかとかぜひね共有のほどお願いします。高評価チャンネル登録お待ちしております。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。流血デッキ動画出すんでよろしくね。ということでお疲れ様でした。さよならバイバイ。